我々は新しい世界を創造している。ポール・ナッシュは20世紀前半のイギリスを代表する具象系の画家。中でもシュルレアリスム系統の作品が著名。弟のジョン・ナッシュも画家であった。イギリスに生まれる。ロンドングループやユニットワンといった美術家のグループにも参加。これらを通じて、ボーティシズムの作家たちや、ベン・ニコルソン、バーバラ・ヘップワース、 ヘンリー・ムーアなどとも交流する。写実的な画風で風景画や戦争画も描いていた。第一次世界大戦では西部戦線で従軍し、イギリスの公式戦争画家として我々は新しい世界を創造しているなどの作品を制作している。シュルレアリスムの作品としては自然の風景の前に幾何学的なオブジェを配置したり、 不合理かつ謎めいた組み合わせの対象を描く作品が有名。デペイズマンの効果を狙った作品である。ありがとうございます。